野菜スティックなどを添えたブラッティメアリーブラッティメアリーとはウォッカをベースとするトマトジュースを用いたカクテルであるウォッカベースであるためアルコール度数の調整も容易。バリエーションも多いブラッティマリーと呼ばれる場合もある16世紀のイングランド上メアリー一世の異名に由来すると言われているメアリーは即位後300人にも及ぶプロテスタントを処刑したことから ちまみれ、メアリーと呼ばれ、恐れられていた。このカクテルは、トマトジュースの色と粘性を血液に見立てて、ブラッディメアリーの名がついたと言われている。ただし遺説として、禁酒時代に飲まれていたと言われるブラッディサムに対して、名付けられたとも言われ、酔えるトマトジュースとされていた。また、たちの悪いジョークで女性に対して、ああいうメアリーということからの連想とも言われるが、これらも、 悪名高い血まみれのメアリーを下敷きにしたものであることに変わりはない。ありがとうございます。